では続きまして展開いきますか。まずは楽譜だね。8の1からやっていこう。王子、図鑑は集まっていますか？図鑑をたくさん集めると出てくるエリアもあるみたいですから大事だ。宝物を全部見つけるためにも頑張って図鑑をたくさん埋めてくださいね。それが条件になってるものもあるのであればマジでやった方がいいな。あ、あった。ありがとうございます。さあ、リューン、リューンさん。では8の2だね。そうか、このタイミングか、流線アタックは。え、なんかむずくなってない？え、こんな配置だったっけ？どうだっけ？このトゲトゲさん、こんなえぐいような配置だったっけ？よし、ゴールしちゃいましょう。ありがとうございます。さあ、スケボン。では8の3いきましょう。あ、相変わらず揃ってる。おいっす、久々だな。よーし、今日はお前さんにいいことを教えてやろう。図鑑を全て埋めるにはな、普通にグッズや楽譜を集めてるだけじゃダメだ。グッズや楽譜を取るのに関係のない場所によく珍しい敵がいるからな。まあとにかく隅々まで冒険しろってこった。頑張るぞ。頑張りまーす。いいヒントだね。前作もね、図鑑埋めの時ね、そういうような敵さんの配置だったりしたので、まあレア敵さんとかはうまいことね頑張っていきたいですね。一回でも一通り走り抜けちゃおうかなと思います。その方がね、多分調べやすいかなとも思うので、そんな感じでいきます。ということでゴールです。ありがとうございます。コアラ着ぐるみ。さあ、では続きまして8の4いきましょう。よーし、ゴールです。ありがとうございます。さあ、エンディング1。いよいよそこまで来ましたかって感じの楽譜だね。さあ、では8の5いきましょう。これもいきなりいけちゃうんじゃない？だよね、オッケーオッケー、いっちゃおう。ありがとうございます。さあ、エンディング2。まだ見てないエンディング2ですね。先に楽譜手に入れちゃった。さあ、では8の6いきましょう。ボス戦だ。さあ、着きましたよ。頑張っていきましょう。そっか、そういうステージだったな。さあ、行きましょう。分身すんだっけ。ランタッタランタッタ、今度は負けないんだな、かかってくるんだな。よーし、頑張ろう。しまった。あれ、こんな動き早かったっけ。いやー、怖い怖い。とりあえず余計重視でいいんで。当てられそうなタイミングで来ましたね。あ、当てた。偶然。
ありがとうございます。大分が良かったな。近場にいた子を攻撃しとこうと思ったら当たり引けた。ありがとうございます。やったー。正直ね、2回目のこの8号はね、苦戦するかなって思ったんですよ。1周目の時割と偶然のようなクリアの仕方しちゃったのでどうかなって思ったんだけど、今回も運に助けられたような倒し方だったな。ということで、グッズの鎖片びらですね、ありがとうございます。さあ、こっからはお宝だね。こんな感じですね。忍者の最高装備、手裏剣だって通さないよ。最強。8の7だね。いきましょう。骨の嵐、鉄球の嵐。うわ、とりあえず倒す。これも図鑑のためや。で、強制スクロールだね。で、真ん中寄ってきたタイミングでスピン。同時倒し3体いけたら一番気持ちがいいかなって感じかな。はい、1体残っちゃうね。まあまあ、体力に余裕がある間は大丈夫ですよ。これ下大丈夫だよね。オッケー、これがやりたかった。もうワンセット来るか、あの3体のパターン。そうでもないか。よし、行きましょう。いっぱいいる、いっぱいいる。やばいやばいやばい。なんかコンボ発動した。そこいけるか、そこいけるか。オッケー、よかったよかった。さてと、これは扉のパターンかな。ここですね。来てる来てる。さあおいで、さあおいで。で、上誘導で、下誘導。はい、どうでしょうか。行きましょう。一回出しちゃっていいな。はい、もしかして2箇所か、これ樽こっちにするか。2箇所だね。オッケーオッケー。そこ当たるのね。あー、入れなかった。ちょっとこの配置えぐいな。ただ1箇所か、1箇所ならなんとかなるか。早めにただ帰る必要があるか、上に戻る必要が。これはね、時間たっぷり取るためにはこの上のスペース使えばいいか。はい、で落ちてくる間に行っちゃうと多分これがいいはず。よーし、ありがとうございます。こうすれば楽だね。
これ爆速で言ったら入れない。はいはい、さすがに無理か。まあ全然ついてきてくれるか。オッケーオッケー。はい、ありがとうございます。はやーはやー。でもゴールだ、よかった。回転えぐ、えげつなかった。ミジンコありがとうございます。ひらがなとかわいいですね。29個目です。さあでは8の8いきましょう。展開場の裏庭、なんかいいね。ちょっと裏ステージみたいな感じで、ね、的な。お、真珠ゾーンだった、嬉しい。とりあえずここに乗って、でいけっかいけっか。オッケー。あマジか、どんまいすぎるな今の。とりあえず行けそうな場所を、行けそうな場所を見つける。あ、乗れた。そこ乗れるんだ。ここの隙間入れると楽かな。ただいけちゃった、よかったよかった。これは上か、上なのか。はい、ここ取ろう。大丈夫、合ってる合ってる。お、合ってるっぽい、よかった。待ってね、先にこっちかな。この方がいいか。よく行けたな今、むしろこのまま行っちゃう。結構早いな。そうか、もう宝か。もうひと踏ん張りだね。ここうまく乗り切ればって感じだ。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。こんにちはしとく。よし、いける。よーし、ありがとうございます。
勢い大事。さあ、高野豆腐、高野豆腐、みじんこからの高野豆腐か。30個目、あと15個。美味しそう。さあ、では続きまして8-9いきましょう。暗いところで鉄球を振り回すのはやめましょう。ハイマクリウンさんだ。これね、ちなみにためもできるんだよね。で、ためとくと若干の追尾性を持つというか。お、戻ってきた。ためありだよな、全然。敵さんが見えた瞬間に離すみたいな感じでボタンを。それか適当に撃ってこうやってまとっておくだけでも全然効果あるね。こういった細いところはね、もうやっておいた方がいいですからね。 OK。うわ、いろいろ出てきてる。待った、なんか上の隙間気になった。なんもなかったです。さてと、オッケー。さあ、これ泳ぎか、ダッシュじゃないね。ただこれで行った方が良さそう。うわ、そういうのあるのね、マジか。一個一個行こう。直進だけじゃダメなんだ。もう一個行けるか。うわー欲張った。ついついね、もう一っ走りいけんじゃねえかって思っちゃうんだよね、これ。最初は大丈夫。ゆっくりこう、ゆっくりこう。オッケーオッケー、体力大事よ。オッケー。お、暗いね。とりあえず明かりが欲しいけど。なんかでも進められてる。オッケーオッケー。だいぶすっ飛ばした感あるけど、結構もう近づいちゃってんじゃない、もしかしたら。やったー、ゴールだ、ありがとうございます。心の目ですね、これでこそ。さあ、お宝服。31個目。さあ、では続きまして8-10いきましょう。10ステージ目か。展開場でかくれんぼ楽しそう。さあ、開幕ヤンキー。さあ、顔芸しまして進めていきましょう。なんかキョロスケの足みたいなやついる。はい、これでいけないと思ったけど、しまった。
回。はい、そこ乗れないのかってなると、それ気づい、はいはいはい、あ、乗れないのねそれ。はい、いや、これちょっとやり直そうちょっと場所的に辛いわ、なかなか。あー、来ちゃってる来ちゃってる、危ねえ危ねえ。で、乗って落ちちゃいけないんだね。一回足場で必要だな、これは。あの、キュロスケン足が。乗って乗って OK、 いけた、取りたい取りたい。よーし、ありがとうございます、行きましょう。あー、そういうことね、かくれんぼって。マジか、こいつ怖いな結構。ここでここで、ここで、地味にこの維持が難しい。オッケー、待った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 そんな早いの。あそこの位置では欲張んない方が良さそうだね。怖いんだよな、こういう狭いところでいるの。ちょんちょんちょんと押しとかないと。あー、それもダメな判定なんだ。ちょっと回復しますか、取るか一回。あ、しまったプラマイゼロになってしまった。サミーさんの移動速度とかで連動するんですかね。なんかめっちゃ速い時あるよね。ここで、ここで、もうこの辺から一個一個でいいぐらいの気持ちで。あ、マジか、そこしゃがみかしまったー、マジか、欲張んないで、ダッシュ構えとこう。 OK、
次の向かうべき場所が見えるような場所で待機したいけど、この次わかんねー。なんかあったら戻る。あーマジか、もうゴールでよかったんだな。いやー、一回ゲームオーバーになってしまいまして、やり直しております。オッケー、ここからはもう迷わずに行きたい。オッケー、よかった。さすがにゴールじゃないか、そろそろ思うけど、どうですかね。宝箱あったわ。あーちょっと迷路っぽくなってんのね。こうかな。とりあえず回復だ。5505。マジかー。よし、もうちょいだ。この上ちょっと気になるけどね、なんかあるんですかね、なんかあるんですかねっていうか、行く必要がある場所か、むしろ。ちゃんと掴む足場だ。難しくね。危ない。よし、はい、2、2、3、4、5。おーし、ありがとうございます。5が2回あった気がするけど、それはきっと気のせいです。草これは草ですね。さあ32個目です。よし、ということでこれで展開も OK だね。で次はレシーコか。いよいよこの一番右の縦3つになったね。ちなみにさ、一回ちょっと見てみようよ、今図鑑がどんなものなのか。220、結構いいところまで来てる。で、そうだなぁ、もうちょい貯めるか、真珠は。そろそろね、大人買いしても足りるかなって思うけど、もうちょい貯めますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。